50ぐらいにした方がいい。ずっと見ていくと、まあまあ、黎明期はまあ、でしたけど、まあ、会員書き留めの、YouTube、が、どんとね、絶対的王者に君臨する時代が続いて、一度ね、キラスさんとの炎上動画のやつがポンと3000再生入って、まあ、ちょっと炎上系でちょろっと増えて、で、また会員書き留めの動画が、すぐに戻してきたんですけど、ここから、静岡の動画がね、伸びてくる時代に入ってきて、静岡時代ですね、に入ってきましたよ。で、2020年の12月ということで、静岡時代がずっと続いてきてさ、2021年に入ってどうなるのかというところから、見ていくわけでございます。2020年のデータの、古いやつのやつが、どこで出したっけ？これ、こっちか。こんな感じですね。になってますよ。ということで、この、4位に入ってきている会員書き留めの動画、この辺とか、新しく出したい方のね、会員書き留めの動画ですね。とか、あとはここら辺にエスカレーターの動画が必要になるんですけど、この辺とかが、この2021年にどのような影響を与えてくるのか、そこでですね、新着動画じゃないです。こういう古い動画の傾向というのが、ずっとね、長い流れのところがあって、そこからどのような傾向になっていくのかというのが見れるというのが、うちのチャンネルの特徴ではありますのでね、あと伸び系のところの特徴ではあると思います。でそのあたりについての解説というものを、逐一とね、加えながらやっていくわけでございます。なので、おそらくここからは月1本ですよ。分かっておりますよ。つまり、ここから、12、24、2020年24、26本、動画が作れるのかな。1日2本投稿で13本。そう、1日2本投稿ですら13本できる。で、そうだ。金曜日のところもね、放送とかもね、どうしてこうかなっていうのもね、もう、その中にもね、もう雑にしながら、はい、入れてくわ。もう、この中に入れてく。それでね、いつもちょっとどっかで動画を作ろうと思ってたけどね、そのあたりもね、ちょっと話をしていこうかな。先にも話しとこうか。まあ、簡単に言うと、前と4つ目が、これどっかもう告知動画作るのかな。前後してるかもしれない。あれ、作ったっけ？4つ目がその4月以降は、金曜日の、今まで21時に放送してたから20時になってきてね。20時で、スタートしているように取っておった枠が、4つ目に変わる。まあ、こんな感じで、実質その枠が減るっていう形になるんですけど、とはいえですね、ショート動画のコンテンツの、拡充もありますし、それに向けたエビデンス動画とかね、そういったような、やつとかの、提示もね、いろいろとやっていく準備を進めていく、そういった主要データもね、何もなしでね、入って出しててねっていうのもね、いいんでしょうけどね、やはりそういったエビデンスとかね、そういったものを、しっかりと明示するというのもね、うちのチャンネルはやっていくぞということでございますのでね、まあもう絶対ゼロ再生なの確定なんですけどね、一応出しておくよと、いうことでございますね。そういうのとかも含めてやってると、なんかもう、4月100本投稿いけるんじゃないかっていうぐらいのね、勢いに、ね、なってくるかなと思いますけど、その勢いをね、止めるわけにはいかない。勢いこそね、スターステールということでございますね。で、スターステールもね、呼び名をね、変えようかって話もあってね、それはそれ、告知とか、もしかしたら4月に何か出てるかもしれない。早ければ4月に動きたいんですけど、何せこれのやつとかね、あとその、これで、その、今から始発で出かけるって言ってましたけど、始発で出かけるのも一節ずつ完全制覇の旅感じでですね、あれの兼ね合いとかの動画を撮りに行ったりとかするっていうことがあったりとか、他にもね、その、履くようなもうね、閉まっちゃうんで、ね、そっちもね、行きたいんだけど、これどうやって予定つけるんだと思ったら、26日にね、ちょっと大学の友達からね、連絡があったりとかが入って、そっちの方で名古屋に行く予定を組むと、そうするとどうなるっていうね、ところとかがね、実はね、結構スケジューリングがね、カツカツだったりしますんでね、まあ、その間にね、仕事がバッチバッチに入ってきますんでね、仕事がね、結構ね、もうフィジカル面に来てますんでね、まあ、その、仕事がね、単純にね、時間が長いよとかだったらね、結構な、まあまあまあ、気合でね、なんとかなるんですけどね、まあ、未完成も、体力がね、限界値を超えるまでね、常に、動き回ってるんで、それがね、だいぶ、
からその何か来て、労働時間自体はそんなに長くないんですよね。つまり何か言いたいかというと、残業代はついてないんで、ぶっちゃけ手取り下がってるんですよね。で、今のこの物価高じゃないですか、まあ正直ね、かなり厳しいぞということなんで、おそらくね、今後取る、今、山田チャレンジとか、おにぎりチャレンジって、焦点だけ取るじゃないか。あれ多分、こっちの動画を見てる人は、ほとんど見てる人いないと思うんですけど、まあ、あれはもう完全に海外向けで作ってますからね。こっちが逆に日本人向けに作ってて、合わせて1000人超えるようにっていうような感じで作ってるんで、まあ、そういうような、策略でございますから、うん、こっちの方ではあんまり関係のないところではあるんですけど、あっちの方の動画がね、多分ね、うまい棒とかそのあたりとかでね、だいぶ安く済ませて、方向に行くんじゃないかなって、ないとね、きつい。あのね、ちょっとね、三段外れたのがね、いや、言うてね、おにぎりやったらね、会社のね、昼休憩とかでもね、で、食べる分をおにぎりにしてね、おにぎりに2個食べててたら、1日2本作れるやないかと思ってたんですけどね、まあ、諸事情というか、まあ、単純な話でし、やっぱり、仕事のね、休憩中にね、なかなか撮影ができねえな。これちょっと、思った以上に、難しいなということでね。そうすると、昼飯で食べる分は、まあ、無駄捨てじゃないでしょ。ちゃんと美味しくいただくわけですけど、撮影には使えないというふうになると、ベッドおにぎりを2個とかで食べるというふうになってくると、4個とかになってくるわけですね。そうすると、600円ぐらいになってくるんですよ。これね、食費オーバーなんですね。うちの節約生活においてはね、食費が予算オーバーになってしまうというね、非常にギリギリの戦いでございましてですね、まずいなと。いうところでね、昼飯の家とはね、なんかね、工夫しようかなと思ったんですけどね、まあ、いかんせんその仕事の方が忙しいとかっていうのもあってね、なかなかね、ここのところがね、なんか作っといてね、まあ、準備をしてとかっていうのもちょっと今ちょっと難しくなってるんで、どうしたものかな、というところでね、っていうところが解決策が見つからないけど、それでもね、やはり続き進むしかない。これのスターステールではありますからね。考える前に行動するっていうのがね、まあ、一つうちでね、山田らしいといえば山田らしいところなんでね。つまりこれから何をしたいのかというと、山田決算会をやりたいわけですよ。山田決算会の途中の冒頭の投入のところなんですけど、投入に行く前に一回切らないといけない。アルマ。ということが、ということなんでね。一回これ、として、本当にこれから12月、2021年以降のデータを見ていきたいと思います。